いつもラペラヨチャンネルをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日は私が世田谷店の店舗紹介を務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。12月ですか、どうですか世田谷店のは。あ、そうですね、まあお客様は割と、11月とかに比べると多い印象ですかね。はい、まあ、12月前半の方が例年多いんですけれども、まあ、例年通りいらっしゃっていただいている形ですね。なるほど、はい、なんかお求めになる車に何か変化とかあります？あ、まあ、このシーズンなので、はい、その冬場スノーボードスキーとか、はいはい、雪山行かれたりするお客様とか、はいはい、まあ、ちょっとその別荘行ったりっていう方も多いので、はい、まあ、4WD が結構好調なイメージですかね。ゲレンデとか、はい、じゃあそんな 4WD の車をご紹介していくというかね。はい、かしこまりました。こちらまず、はい、新入庫のロールスロイスゴーストのエクステンデッドホイールベースでございます。はい、通常モデルより17センチ長くなってまして、後席よりゆったり座れるようなモデルですね。はい、一応普通のゴーストと比べて大変希少価値が高いので、今市場でも 2,3 台ぐらいしか出てないモデルになってます。はい、でこちらが2021年式の、ゴーストで、走行距離は約9000キロで、車両本体が4780万円、支払い総額が4828万円でございます。はい、オプション総額はなんと753万円となってますので、かなり。そしてもちろん4駆。もちろん四駆でございますので、雪山行けますね。これでスキーとかぜひ行っていただきたいですね。道中本当快適にもう皆さん移動できると思うので。スキーとかスノーボードとかやると、うん、まあ、帰りもちろん疲れるわけじゃないですか。はい、寝ますね。確かに一応運転支援機能ついてるので、はいはい、まあ万が一の際も安心と。まあまあ、後ろにいる方はゆっくりお休みいただく、はい、まあそうですね、はい、そうですね。一応こちらが11年ぶりにモデルチェンジしたゴーストでして、うん、もう前方から引き継いでるのは傘と、これスピリットオブエクスタシーだけと言われてるぐらいの、もう完全に生まれ変わってますから、はい、これは本当にもうゴーストこれが入ってきた時にでっかいなと思いましたね。でかいですね。こんなに大きかったっけか。全長が5716。あとってあんま変わらないですね。もう普通のコインパーキングとかはみ出ちゃいますよね。そうですね、やばいですね。この車なんですけども、はい、うち の会社で扱ってるローダーに乗らないんですよ。はい、ああ、1台積みには乗らない。なるほど、はい、2台積みじゃないとってことですね。はい、ですね。外装が結構珍しくて、ダークエメラルドっていう色なんですよ。ちょっと緑がかってて、これでもここも私結構好きなポイントですね。暗いとこで見ると黒、黒です。もう普通に地下の駐車場とか置いてると真っ黒に見えるんですけど、うん、上上げてこういう光が当たるとめちゃくちゃ綺麗にこう反射してくれるっていう感じで、ちょっと日が当たってなければ黒なんで、はい、まあ、コントラスト感が出るというか。そうですね、うん、鍵がまあ変わらないですね。そうですね、うん、色味が落ち着いてというか、ここをもっと銀だったんですけど、ね、はい、はい、そうですね。でこいつを開けると、はい、うわー、出ました。いらっしゃいますね。いらっしゃいませはい、ですね。その内装はですね、はい、高級感非常に感じるホワイトのレザーでございます。はい、この紫、はい、なんてラインといいんですか。あ、シートパイピングは、はい、これはオプションでございます。シートパイピングオプションですか。46万円ほどのコントラストシートパイピングでございます、ね。はい、でやっぱこちらにも紫と、はい、あとはこのビスポークオーディオですね。これが一番、あ、2番目か、これは高かったですね。95万円ほどのオプションでございます。はい、ちょっとね、はい、この後ロペラヨチャンネルの本編で撮るので、そうですね、はい、そちらを詳しくはぜひご覧いただければと思いますので、お楽しみに。続きまして、はい、
ウルスでございます、はい、もうこれは大人気、相変わらずのリセールバリューの高さと問い合わせも非常に多い一台ですね。もちろん 4WD、 もちろん 4WD、 これがまあ今回紹介する中で一番スキーには適した車かなと思いますでもこの車雪山行こうっていうのはなかなか思わないかもしれないですけどね。確かに、はい、高回転で馬力の高い車なので。そうですね、はいはい、かなりいい台、ちゃんと車体を履かないともしかしたらスタックする可能性もですね、はい、あるかもしれない。こちらのウルスが2022年式、走行距離が約2000キロの、車両本体価格3920万円、支払い総額が3969万円でございます、はい。一応新車価格が3068万円で、オプションがこの車約452万円なので、はい、まあ、相変わらずのまだプレミアついてます。まだまだプレネ元気いっぱいって感じです、ね。低走行っていうのもあるとは思いますね、はい、やっぱりそうですね。2000キロで、でこちらの車がですね、はい、カーセンサーの認定の評価書っていうのがあるんですけれども、はい、その評価点が6点、もうほぼ新車状態ですね。傷がないですよっていう車じゃないとそんな評価点取れないので、うん、あら、まあ、状態いい車で5点ぐらいなんですけども、そうですね、さらにもうほぼ新車状態っていうところで6点という評価点がついた非常にいいコンディションの1台でございます。逆に2000キロ走って6点ってすごいですね。そうですね、あまり聞かないというか、本当に50キロ100キロぐらいの車が6点というイメージなんですか。はい、まあ、私が知ってるオーナー様だったんですけども、屋内でも完全にあの雨風もしのげるようなところでしっかり保管されていらっしゃったので、このオプションでいうとアルミホイールとかが一番高いやつですかね、はい、68万円のオプションでございますという形ですね。まあ、あとは内装、ドライブアシストですとか、まあ、サンルーフとかしっかりと入った1台で、まあ、カラーも人気カラーですし、リセールもいいということで、ウルス考えている方はぜひご検討入れていただけたらと思います。はい、はいはい、内装の方は、うん、そうですね、一応オフロードモードがこれオプションでついてるんですかね。あとはバング&オルフセンの 3D オーディオシステムですとか、ダッシュボードのエンブレム、あとはヘッドレストのエンブレム刺繍なんかも、はい、ちょっとマッサージ機能付きのフロントシートですねこれなかなかランボルギーニだと見ないですけど、そうですね、こちらですね、はい、ベンチレーションとマッサージ機能がついたフロントシートでございますので、だれり尽くせり快適しようという形になってます。山どころか夏も楽しめちゃうという、ね、はい、はい、ですね。ウルスさん乗ってても非常に楽しいですか、音がめちゃくちゃいいですし、で、まあ、乗りやすいですよね、とっても割と乗りやすいですね、うん、そうですね、そんなに車高も高くないですし、うん、こう割とここ低くないですか。低いです。 SUV にしては、うん、女性の方も乗り降りしやすいということで、はい、まだ新車の匂いがするっすね、はあ、いい匂い、はい、はい、じゃあ、はい、せっかくなんでいきます。いい音だ、ランボルギーニっぽいですね。SUV で使い勝手良くてこのサウンドも楽しめてってもう最強じゃないですか。うん、2000キロって言われてたんですけど、はい、ビッグスーブで2000キロ以下だった。ああ、1757、はい、2022年式、はい、まあ、1年で2000キロと考えると、まあまあ、あ、まあ、そっか、大事には乗られてたんじゃないかな。そうですね、そうですね、モニターより乗られて、モニターも大きく、はい、そう、このモニターがちょっと変わったんですよね。そうなんです、22年式になって、あ、まあ、このタッチするとこうカチカチなる感じがいいですね、うん、この辺のインターフェースはポルシェとかもそうなんですけど、年式によって結構ちょっと変わっていくというイメージがあります。はい、ちょっと踏んでみます。大丈夫ですか。じゃあちょっとなんかいい感じのコルサあたりにしていただいて。おお、いいですね、メーターも変わります。かっこいい、はい、いきますよ。はい、そうですね、はい、一応まあ低走行なんでそんなに回転数回さずで行かせていただきました、はい、ですね、はい、はい、そして前回引き続きコンチネンタル GTW12 でございます、はい、前回終盤にちょっと言ってたやつですね、はい、そうですそうです、はい、
ファーストエディションですね。これ今市場で今日現在2台しか出てなくて、はい、ファーストエディションということは、ということは標準装備が多いという、非常に多いです。ほぼ全部付きっていう感じですね。で、あとこちらはクロームのグリルなので、はい、まあ、川村 D がお好きな雰囲気に、こちらの方が非常にラグジュアリーに仕上がってます。向こうが真っ黒ですね。はい、前回やったコンチ、はい、全然雰囲気変わりますよね。変わりますね。私もこっちの方が好きですね。やっぱりギラギラしてる感じが、はい、うん、まあ、W12 だなと。そうですね、はい、ギラギラしてます、はい、で外装色、優勝色のアイスという色でして、うん、まあ普通の白じゃないんですけど、なんかちょっと水色が入ってるようなイメージですかね。青みがかった白というか、はい、フェラーリでいうと前にあった4パパスパイだっけ、4パパスパイ、はい、ビアンコアブスとビアンコセルビノの違いみたいな。ああ、そうですね。ビアンコセルビノに近い色かなっていう、イメージです、うん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 。ファーストエディションのここにイギリス国旗みたいな感じで1と入ってます。標準装備としては、一番まあ大事なオプションと言われるマリナードライビングスペシフィケーションが入ってまして、このアルミホイルも22インチですかね。はいはい。その一環でこう大きいのが最初からついてますと。で内装はもうダイヤモンドキルティングのシートがついて、はい、あとはツーリングスペシフィケーション、はい、まあその運転支援ですね、そのあたりも入ってますし、はい、あとは、360度カメラなんかも入ってて、あとはムードライティングですね、はいはい、内装のアンビエントライトとか。そうですね、もう通常で言うとオプションのものがもうかなりてんこ盛りで最初から入ってて、かなり安い。マリナツーリングムードライティングは結構このコンチ GT の中で結構3大オプションみたいな勝手に思ってるんですけど。そうですね、マリナツーリング、あとはシティ、はい、その辺ですかね、はい。これ新車価格おいくらぐらい？新車価格が、はい、2568万円ですね。なるほど。で、ただいま6ぐらいの価格2155万円の支払い総額2181万円でございます。走行距離2万5000キロなんですけれども、はい、まあ、目立つ傷は全然ないんですよね。そうですね、うん、状態は非常にいいと思います。まあ5年落ちで2万5000だったら、まあ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 、あ、5年落ちって言っちゃダメ、2018年から5年経って、はい、まあ、2万5000キロっていうことは、まあ、1年に5000キロってちょうどいく、はい、そうですね、持っていただいて、しかも新車価格からの今の車両本体価格の設定もそんなに低いわけじゃなく、はい、まあ、やっぱりリセールはそこそこ、まあ、ファーストエディションだからいいっていうのも多少あると思いますけど。なるほどですね、うん、はい。内装の方もですね、こちらの車、はい、白系のレザーで統一されてまして、まあ、これもかなりギラギラですよね。いいですね。いいですね。青白って感じ、黒白ですか、青白ですか、これは青ですかね、これは、うん、この青もインペリアブルーレザー、かなり味があるというか、味があります、うんうん、で一応まあこの辺トリムも、これファーストエディションだとオプションのやつが最初からこのツートンのトリムつくんですけど、もうこのツヤある感じでギラギラしてますね、うん、このウッドとピアノブラックってことですかね、はい、はい、じゃあちょっと乗っていただいて、おお。ここもいいですね、なんか銀色の、そうですね、なんて言ったらいいでしょう、でもまあなんかギラギラしすぎることもなく、落ち着いた、上品、めちゃくちゃ高級感ある、はい、この今からこう回転させますけれども、はい、ベントレーローディングディスプレイ、この、はい、三角柱の中にナビ画面とこう温度計とかもついたが面とこうなってるやつで、はい、それこそロールスロイスみたいな、まあ、あファントムとか、はい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 、一応オプションこれが90万円近いやつなんですけど、これも最初からついていますね。いきますね、じゃあ、はい、おお、回転しました、いいですね、でボタンを押していただければ、ボタン押しますね、はい、おお、一回ちょっと奥に入ってくるっと回ってまたこう出てくるみたいな感じですね。いいですね、かっこいい、これかっこいいですね。そうですね、はい、最初はね、やっぱその道を見ながらなんですけど、そうですね、道が分かってきたなと思ったら、はい、このこっちの面にしていただいて、はい、一応ストップウォッチと
これ方角もこれ方位磁石ついてるんですよ。おー、今 S 南向いてますと出てます、はい。まあ、クラシックベントレーの雰囲気を味わっていただくと、はい、はい、クラシカル感じですね、はい、ですね。で、まあ、特段内装のオプションで言いますと、はい、まずこのダイヤモンドナーリングスペシフィケーション、はい、この辺がよく見るとダイヤモンドになってるんです。加工されてる、キラキラします、はい、こことか、まあ、この辺りですね、はいはい、スタートボタンの周りとかボリュームとかの、はいはい、ナビ周り、ああナビ周り、はい、そうですね、こっちですね、はい、あとは、はい、バング&ウルフセン の、 非常に上質なスピーカーが入ってますと、はい、どうですかね、はい、あとはこの2トーンのステアリングもオプションでございます。はい、非常にかっこいいですね。非常におすすめです、はい、これはこれはかっこいいですよ、はい、はい。そしてこちらが新入庫のターボ S、992型のターボ S でございます、はい、超人気カラーのクレヨンです、はいはい、最近クレヨンの車とっても入ってきてるんです、ね、入ってますね。もうそれもそうですし、はい、クレヨン入ってくるとまあすぐ売れちゃうので、今他ショールームに入ってるのはないですけど、まあ、埼玉店でマーカーのクレヨンとかもあったりする、ありますね、はい、クレヨン見せてえこの色やだっていうのを見たことないです。うん確かに拒否されることがないですね、このお色は。不思議なお色ですね、なんていうか、はい、まあ、いわゆる、まあ、灰色なので、はい、地味っていうふうには普通は言われるじゃないですか、はい、でも皆さんこちらが好きっていう、僕もかっこいいなと思いますし、うーん、なぜかちょっと目を引かれてしまう不思議な色味ですね、はい、こちらの車が2022年式、走行距離がなんと1500キロでございます。ほぼ新車ですかね、はい、で、車両本体価格3398万円、支払い総額が3446万円でございます、はい、安い安いですね。ターボ S って、まあ、はい、ターボもなかなか見ないですけど、やっぱその中でターボ S っていうのはやっぱ希少なお車なんですかね。そうですね、ターボ、うん、まあ、ターボの方がむしろ少ないみたいなところはありますけれども、ターボ S で今回の車に関してはやっぱりオプションが非常に強いので、まあ、ここまでついてるよりターボ S なかなか希少なんじゃないかなと思いますね、はい、新車時の価格が2947万円で結構オプションてんこ盛りなので、まあそうですね、トントンかちょっと割高ぐらいですかね、はい、で、うん、まあ、弊社でお買い上げいただけると即納、はい、ということで、即納ということで、はい、それが一番の強みですね、はい、最速年明けぐらいにはご納車できるかなと思われますので、はいはい、そんなてんこ盛りのオプション、はい、どんなもんでしょうか。まあ、ポルシェ好きの方はもうこれパッと見て、あ、屋根の色がなんか違うな、はい、これ軽量カーボンルーフ入ってます、はいはい、あとはカーボンエクステリアミラートリム、ね、ミラーもそうです、はい、カーボンになってますね。この2つ珍しいんですよね。かっこいい、なかなかついてない、はい、あとはライトもしっかりこうマトリックスの鍵詰めのような感じで、はい、PDLS 付きティンデッドマトリックス、PDLS 付きティンデッドマトリックス LED ヘッドライトだった気がするすごいですね僕言えない気がします他はそうですね、はい、サイドモデルのロゴがブラックになってまして、はい、お、ターボだとどっから見ても分かるようになってます、はい、アルミはこれは標準のやつですかね、うん、センターロック付きので PCCB がターボ S は標準装備になりますので、はい、もちろんカーボンブレーキ、もちろんカーボンブレーキですね。いやいいですね、この張り出しがいいですね。ターボ S はもうめちゃめちゃムキムキ感で筋肉リュウリュウって感じですね。あとやっぱターボ S なんで、はい、ターボなのでこのウィングですね。そうですね、ウィングがついて、はい、今まで気づかなかったんですけど、こうターボ S と GTS だとこう若干ここがなんか変わるんですよね。あ、本当だ、はい、これ気づかなかったんですよ私今まで今回並べてみて初めてタルガと、いやでも違いますね、やっぱり GTS は多分こうなってるんですけど、ちょっと正方形チック、はい、張り出してるんですけど、ターボ S はもうここが面ごとこうえぐれてるみたいな感じですね。若干違います、はい、でマフラーが日本だし、日本だし、ブラックテールパイプ、ブラックテールパイプが入ってますと、はい、形ですね。内装はこちらでございます、はい、ドン。
そうですね、一見普通の911ですが、はい、どうでしょう。あ、パワーステアリングプラスついてまして、はい、そうですね、あとは見た目でいうとクレストのエンボスヘッドレスト、はいはいはい、タイプですかね、うん、レザー系はまあそこそこ、あとはまあ運転の装備の方で、はい、まあ、スポクロと、スポ液と、あとはフロントリフトも入ってますので、あ、大事ですね。結構ありがたいオプションですね。ターボなのでもちろん、はい、ウィングを上げれば、はい、フロントのスポイラーが出てくる、あ、こういうのがの なんていうんですかね、こういうのが出て下から出てくるっていう、はい、でそこからさらに上がると、はい、そうです、そうです、はい、そういうことですね、はい、まあ、1500キロなので状態もここ全然シワないじゃないですか。ここ基本すごい結構入りがちじゃないですか、はあ、でもこの車に関してはもう全然ないですよと、はあ、本当に本当に近づくとちょびっとあるかなってぐらいです、ね、そうですね、はい、1,2 本シュッシュッと入ってる感じですけど、はい、あとはホワイトメーターですかね。これが実は一番お気に入りというか注目ポイントだと思って、はいはいはい、クレヨンに黒を合わせるっていう、うん、方がいっぱいいらっしゃるんですけども、あえてクレヨンでこの白を持ってくるっていう、はい、非常になんかオーナー様の、前オーナー様のおしゃれですね、こだわりを感じるな。確かに、はい、シートベルトはこれクレヨンですよ、はい、シートですね、こだわり抜かれた一台、こだわり抜かれた一台ですね、はい、じゃあ、はい、エンジンかけ、エンジンいきますね、はい、走行距離約1300キロでした。まだ低速、いや本当に、なんで売っちゃったんですかね。まあ、ありがたいですけど。はい、まあ、PDCC 入ってます。まあここがもう全部フル装備で埋まってますので。埋まってない時ってこのなんか四角の。あ、そうです。なんかダイヤモンドみたいなの入ってますよね。はい、これ埋まってます。すごいです。すべてが。オプション多いなって一目でわかりますね。これ。あとアダプティブクルーズコントロールもついておりますし、はい、すごいですね、本当についてます、本当についてますね、ベンチレーターぐらいですね、はい、ないのは、まだまあまあシーベルトがあれば、うん、はいはい、ターボ標準だったかもですけど、このカーボントリム、カーボンのインテリアもこれかっこいいですね、ステアリングもこうカーボンになってますね、はい、あとはスピーカーボーズが入ってますので、はい、音もサウンドもいいですよというところで、ちょっとウィングを上げてみましょうか。あ、車両ですね、スポイラー展開、ここを長押し展開されていて、こちらも展開されました、展開されました、ね、おお結構出ますね、ここ結構出るんですよ、へえ、スポイラーが上がると、はい、車高も若干下がる。なるほど、はい、この状態でリフト上げると、まあ、どうなる、あまりやることはないと思いますけど、なんかリフト上げ忘れてそのまま行っちゃうとさすがにすりそうですよね。確かにこのままちょっと危ないので、上がりますね。ああ、はいはいはい、上がります。あ、これなら、まあ、じゃあ気をつければいけそうですかね、かですね、なるほど、だからリフトをつけたんですね、この方、はい、かっこいい。じゃあちょっと、はい、スポーツエキゾースト暖気終わりましたね、はい、はい、あ、いい音ですね。これまあ1300キロなんで、ちょっと回しすぎないようにいきますね、はい、いい音、低回転でも分かるぐらい太い音、そうですね、はい、いやー、いいですね。これ走らせてみたいな。本当に。あ、どっかアロペラヤチャンネルにできるといいですね。はい。はい、買える方が羨ましいです。はい、これをこちらもご検討ください。はい。ありがとうございます。それではこちらで、世田谷店の店舗紹介を終わらせていただきます。はい、最後に告知事項がございまして、うん、現在、リモートキャンペーン実施中でございます。はい、内容はお問い合わせからご契約まで全てリモートで、完結していただきますと、はい、この車の際、ご自宅までの陸送費用をサービスさせていただきますので、はい、こちらのキャンペーンをぜひご活用くださいませ、はい、
それではご視聴ありがとうございました。